もともとこうだったっけ？もともとこうなのかな？とにかく、今日、ライブは、本当に何の言葉を言ってるか分かんないけど、本当にいい言葉だと思うね。チョンスニーのまた戻すかって、髪の毛伸ばすかってことかな。僕？いや、もっと短くするよ。アラームは、5分ごとにアラームつけてます。今日は、ちょうど30分だけやろうかな、40分だけやろうかな。眠い。テヨンのアルバム聞いたかって？テヨン兄さんの何かアルバムの話って出てたっけ？僕は曲、何曲かは聞いたことあるよ、テヨン兄さんのやつは。いい曲だよ、いいよ。僕は先に聞いたよね。どうした？あ、だいたい出てきたのかな？出たのかな？いいよいいよ。今僕がちょっとからかったから「やー」って言ったのかな？悲鳴を上げたいって？リバースに何かあるの？おう、そうそうそう。もう、先に帰っていいよ。お疲れ様。12時っていう時間が、僕にとっては、ちょうどいい時間なんだけど、もう忙しいアーミーには、やっぱり、ちょっと、曖昧な時間なのかもね。いつが一番ベストなんだろう。あなたの瞬間が消えたって？僕の瞬間は毎瞬間消えてますよ。消えてるっていうのは過ぎていくっていう同じ意味なんじゃないかな。いつも現在じゃないかな。ラーメン食べたいって？僕も食べたいよ。大丈夫大丈夫。I'm okay. Good. Please. Sing Seven。 Seven 歌って。 Seven？ 僕今寝て起きたばっかりだからね。ごめんね、ごめんね。ああ、だよね。また学校行ったり出勤したり明日。みんな早く寝るんだね。僕は時間の概念がないんだよ。
だから、その、決まったことをやらないからね。毎週が、こういうふうに一週間、もう決まったサークルで回ってるわけじゃないから。Thank you. Pop for you. リスニングパーティーの時に、と、リバースと、その、書き込みは同じなんだね。その流れが同じだね。これ何の色か当ててみて。これ何の色？これよくわかんないよね。何の色かわかんないよね。これが、照明によっては、黄色がピンクに見える時があるんだよね。シュチタ期待してます。した？僕、撮影本当に楽しかったです。うん。本当に面白かった。本当に、そんなに期待はしなくてもいいよ。そんなになんか重要な話はしてないから、めちゃくちゃ食べてきたわ。うん、そうそう。そうそう、紫と似てるような色。うん。OK, OK. うん。楽しそう、日曜日。面白そうだね。期待できるね。本当にライブしたかったんだけどな。これ話してもいいのか分かんないんだけど、多分事前録画になるんじゃないかとは思います。うん。ビールじゃないです。これ同時通訳ができてるのかな？これ変えちゃうと大丈夫なのかな？一回チャレンジしてみる？一回やめてみる？おう。あ、戻ってくるね、これ。戻ってきたね。うん。こういう風に戻ってくるんだね。これ切れてないんだよね。大丈夫だよね。これ炭酸水。スパークリングウォーター。いや違うよ、僕ジョングギ当分の間酒飲まないようにしようと思ってダイエットしなくちゃ、これいいね。ほら見て、見てみて。僕が青に変えてみるよ。
青に変わってみるね。こういう風に、こういう風に変わるんですよ。色が変わるんだよ。これ全部変えられるんだよ。何の色がいい？何の色がお望みですか？もう切れないんじゃない？さっき多分変える時に途切れたんじゃないかな。で、これがちょっとね、途切れてます。僕だけ？戻ってこないんですけど。あれ？僕だけですか？ここのパソコンの問題？戻ってきた。お化けみたいでしょ？これ書き込みが早いんですよ。反応が早いんよ。だけど、リバースはちょっと遅いんだよ。だから、あ、もう紫にするわ。紫。あ、ちょもちろん切れるよ。もちろん切れるよ。これ僕出てたから。それ当たり前じゃない？これが外に出て戻ってきても途切れるのかな。今は大丈夫でしょ。今は切れないと思うよ。ドラマのおすすめで、ドラマ見てないんですよ。最近テレビ全く見てないですもん。紫がもっといいって。そうやね。紫にしよう。紫、うち、あ、紫だからね。あらまあ、あらまあ、今日はなんか、なんかちょっと静かだよね。曲も流してないし、家も静かだし。スープタッパル、おいしそう、おいしそう。タッパル、鳥の足です。食べれなくなって結構時間経つね。そっちは雷落ちてるかって？そう？外、今雨降ってる？雨降ってる？外雨降ってんの？違う場所なんだね。
本当に可愛いファンが多いよね。僕は今ぐらいの髪の長さがちょうどいいと思います。今日は誕生日の人もいるし、皆さん元気ですか？誕生日おめでとうございます。今日運動行かなくちゃいけなかったんだけどね。なんて言えばいいのかな。ちょっと今体のに何も力が入らない日ってあるじゃないですか。動きたくない日、力のない日。体の心の力がないんじゃなくて体がね。だから今日は本当に。もう3日が終わってからずっと家にいたんだけどね、膝も痛い。僕膝が悪くなったみたいだね。ん？ん？おう、クッションがあるんだけど、青でなんで、ちょっとからし色に見えるわ。なんでなんだろう。最近はただただ寝てたいよ。みんなも寝なさい。僕も寝たいよ。今じゃなくてね。僕もただただ最近寝たいね。何の曜日が一番好きかって？何か好きな曜日ってある？あるだろうね。じゃあ皆さんは多分金曜日が好きなんじゃないかな。金曜日多分好きだろうね。僕は特に好きな曜日はないです。僕 T じゃなくて F です。本当に半々ですね。T と F が半分半分ですね。 I と E は49対1ぐらいなんですよ。あ、そうなの？土曜日が好きなの？月曜日から金、あ、花金ね。花金ってことね。日曜日が一番好き？全員違うんだね。音楽でも流そうかな。もう忙しく仕事してきたからかもしれないんだけど、家にいるとやっぱり静かで寂しいね。やっぱり僕のメンタルとかって仕事してる方がいいんだよね。なんかちょっと今ちょっと
心になんか詰まってるような感じなんだよね。休んでる方もいいんだけど、仕事してるとちょっとあれだね。だ、照明のせいだからって？いや、違うよ。家にいるときはいつもこんな風に暗くしてるんですよ。紫いいんだけどね。ミンギュとチャレンジするかって？ミンギュが会ったらすぐそういう話して、その話してたらやっぱチャレンジしないとだって。それもその後のチャレンジの時もほぼ最後だったじゃん。もう僕が最後らへんだったって言ってたけど、お前が本当に最後だって言ってたよ。もうセブンもこういう風にしてる途中で、まあ撮ろうぜって言って、まあそのまま撮るんじゃないかな。ある瞬間、僕のライブに民牛の比率が高くなってきてるね。Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday。 あ、違うな。あ、これだ。三食の食事が食べたいかって？僕は簡潔的な断食がちょうどいいと思います。太らないし、胃の方のお腹の具合もいいし。座ってるとやっぱりうまくできないね。あ、これじゃないかな。合ってるけどな。あれ？これなんだね。曲でも流そうかな。そうだ、今コーヒー飲んだらちょっとあれだよね。ダンスクラス？教えてあげようか。
だけど、これ真似するの簡単なんじゃない？簡単じゃない？僕が今までやったやつの中で一番簡単だと思うけどね。一人だって幸せだって、幸せだって。僕は一人じゃないよ。こういうボタンでもできるかって、ライブ見ないといけないんだけど、課題があるか、あるって、課題しなくちゃで、ライブは今日が最後じゃないじゃんだよね。ほら、ちょっと待ってみて。テレビをつけようか。I am man.こういうふうに、こういうふうな照明なんだよ。でも、こうやって見ると、ボールのように見えるでしょ。これ、手をうまく使ってるんですよ。こういうふうに見ると、ボールみたいに見えるでしょ。横に回るときにも、こういうふうに、手をうまく使えれば、こういうふうに自然にね、こうすると、ボールに見えるから。これ魔術師の、マジシャンの人たちがうまいやつ。ごめんね。リモコンどこに置いたっけ？これ知ってる？家ではこんなことしてるんだってば。何しようか。ステージ見ようか。僕がやったやつ、 BBC でやったやつ。あの日、本当に息ができなくてね。本当に、喉、ここの部分がかゆかったんだよ。
あれ何してんの？何したんだっけな？おー、体いいね。腹筋が T シャツを破って出てきたわ。あれが、たったの一週間もまだ経ってないよね。あれまだ一週間も経ってないやつだよ、あれ。おう。ああ、そうだ。皆さん感じられなかったっすか？ちょっと曲聴いてるときに、歌聴いてるときに、その息がちょっと詰まってるような感じじゃなかったら、歌ってる方なんで、僕はよく聞こえたんだけどね。ああ、本当に息がね、本当にその日めちゃくちゃ辛かったんですよ。あの日、その日はどうだったのかわかんないですよ。僕はまあまあ良かったんだけど、あの、セブンのカバーってあるのかな？探してみようか。セブン、ジョングク、カバー。ああ、なんでああいう風に入力されたんだろう。最近 AI のカバーが、AI のカバーがなんでこんなに多いんだろう。な、僕もちょっと知りたくね、探してみたんだけど、やるのが結構簡単そうに見えたんで、有料でもやればすごくクオリティが良さだけどね。AI のジミンとか。あの、B 兄さんの
AI もあったし。最近 AI のカバーが本当に多いんだね。あとは AI が歌歌っちゃうかもね。それは本当可能になりそうだけどね、本当に専門的に。その声のデータとかを全部入れて、そのデータを、それを全部上から上書きしていくと、あとは AI が歌を歌いそうだね。もう録音しなくてもいいような時期になっちゃうかもね。時代が来ちゃうかもね。そうすると、でも、真心ってその中に入らないじゃん。でも僕の声がダメだったとしても、でもそういう時にはね、そういう時には他のことをやらないと、歌うのやめないとね、そこには真実性っていうものがないから。こういうモニタリングしながらね、昔やってたステージとか見てるんだけどね、面白そうだ。面白かったよ。昔の思い出にも浸るし。飛行機で飛んでくる、来たんだけど、その音楽に、そのノーモアドリームがあったんで、それも、聞きながら、昔聴いてた曲も聴いてたんですけど、その昔の思い出が一つ一つ思い浮かんできました。そうだ。セブン、そのミュージックビデオのスケッチ、あれすごく良かったよね。うん。あと、ダンス映像、うちらの練習室で撮ったやつ。あれも、その練習室のやつも、と映像で出した、そのセブンの映像あるじゃないですか。あれ、ハイブの練習室で映像撮ったんですけど、それがちょっと個人的にあんまり気に入らなかったんでね。だからアメリカ行ってすぐ撮ったんですよ。あの時も、本当にあの時が一番体の具合が悪かったんですよ。なので汗もめちゃくちゃ出て。これ何？最近ファンのみんなが作ってくれるバージョンがあるじゃないですか。それがめちゃくちゃ多いんだけど、本当に面白いやつが多いんですよ。そういうバージョンが多い。なんか何もないね。何もないんじゃなくて、なんか見たいやつがないね。今もう聴きたい曲もないんだよね。
最近なんか面白いのないですか？僕の性格があなたと同じだから、あなたの記録を超えようと思ってました。それはいいことじゃないかな。僕の人生にライバルがあるっていうことは、それが本当に向上心だよね。あれは、それはいい姿勢だよ。僕が本当に面白いって？何が面白いの？ミュージックビデオ？ダビングしたの？ユジュノさん。見ました、見ました。あれ、本当に面白かったよ。好きだよ。あれ、勝手に僕の方にも推薦で出てたよ。面白かった。セブンのダビング。検索したらすぐ出るよ。あったあった。これ本当面白かったよね。ああやって見ると、本当に狂った人のようだよね。これ狂ってるわ、絶対。本当面白いわ。僕、ユジュノ氏が、さんがやったあのダビングはよく見てます。ほとんど出てるのやつは全部見たと思うよ。なんで、本当に。やっぱり、声のモノマネがうまいよね。本当に 狂ったようなしてるじゃん。あのダビングだけ見るとそうじゃん。BTS のステージで何が一番いいかって？ステージ？じゃなくて何？パフォーマンスのこと？それともステージのこと？ステージそのものだったら、メロンミュージックのアイドルじゃないかな。うちらがアイドルしたやつ、あれが一番良かった気がする。その次が、パフォーマンス的には、セブンが僕のソロなので一応除いて、BTS のパフォーマンスの中では一番良かったのが、僕はマイクドロップ？あのマイクドロップがかっこいいと思う。テヨン兄さんとセブンのチャレンジしろって？テヨン兄さんやらないと思うよ。
もう1時じゃん。もうやってると時間が本当に早く過ぎるよね。だよね。ほら。何？だから僕もだんだんとライブしながらだんだん起きてる？目が覚めてきてるんじゃないかな。マイクドロップを話してしたのはさっきじゃん。今になって上がってきてるじゃん。わあ、ラーメン今作ってるって？俺ダイエットしないとダメなんだよ。いっぱい食べてね。今食べるラーメンが一番いいんだよ。夜遅く食べるラーメンが最高じゃん。夜通し ライブしようかって？夜通ししても意味ないじゃん。強制終了されるんだってば。ね、だからといって寝ないわけにはいかないじゃん。エレメンタル見たいって？見たかって？ん？まだ見てない。チキン食べたって？僕も今日チキン食べたよ。僕、今日昼間に食べたよ。昼間、ランチに。あなた見ようって見るために5分たったの5分でセクシーシャワーをしたって、それ何のシャワー？そんなのあるの？ただ早くシャワーしたってこと？あ、どんなにセクシーなシャワーをしたってしたの？セクシーシャワーって一体何？グッドモーニング。あ、そっちは朝なのね。はい、グッドモーニング。グッドアフタヌーン。グッドイーブニング、グッドナイト。パロラントプレイしようっていうよ。バロラントしてみたよ。僕は、ちょっと、でも、オーバーウォッチの方が良かった。で、最近はゲーム自体はそんなにしてないんだよ。もう、最近、もうパソコン捨てようかなと思って。中古パソコン売ります。はい。中古で販売します。その韓国のダング、日本でジモティみたいなやつで売るよ。売らないと。なんか面白いのないかな。なんか最近面白い映像ない？宿題をやってくれるかって。宿題？僕が今までの人生の中で宿題をやったってことは本当に記憶ないね。一回も守ったことがない。宿題ってことをやったことがないと思うよ、学生時代。僕も塾通ったりもしてたんだけど、宿題はしてなかった。だから宿題はうまくないわ。なんか面白いの。面白いのなんかある？ハンボノ？ハンボノ知ってるよ。そうそう。そうそうそう、あれでしょ？
そう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 。あれでしょ？知ってる。うん。ほんとうまいね。スポンジボブの AI？ なんか面白いのある？スポンジボブの AI。ほんと多いね。これ、一つ聞いてみよう。これ何？あ、こういうのがあるんだ。ヨスバンパダ、ヨスの夜の海っていう曲。あ、聞こえてくるね。あ、似てるわ。なんだろう、声がチャンボンジュン本人と似てるじゃん。本当に、これ、不思議だよね。本当面白いわ。本当にいろんなものあるよね。なんか他のものない？ BTS の面白い瞬間を見てほしいって、それもう見すぎちゃったよ。いつ寝るかって？うん、それもう眠い時？新しい趣味？僕の新しい趣味？何があるかって？最近、ない。ごめんね、ないよ。コーイングセブンティーン、セブンティーン面白いよね。A、大変すぎて疲れました。僕は A 描けないよ。あ、そうだ。A も習ってみたいんだけどね。ハンオンジョンって誰？本名なの？本人が面白いっていうこと？ハムンジョンって誰？ハンウンジョン。何？ドキュメンタリー？ダイエットを始めるウンジョンイ。インターネット小説にハマるウンジョンイ。これ？あれ、本当面白いんだけどね。なんだっけ。あれあれ。歌手のジョン・スンワンさんが、キムチ、なんだっけ、キムジャンさんのモノマネするやつ。ビューティフルを歌うやつがあるんだけど、あれはめっちゃ面白かった。本当に、なんて言えばいいんだろう。あれ、ちょっと見てみよう。あれを、一時期あれに本当にハマってて、ずっとモノマネしてた。知ってます？皆さん。あれ見た？本当面白いんだけど。
あれじゃないんだけどな。すいません。絶対誰かをバカにしてたりとかするものじゃないです。僕、あれを真似してるだけで、本当にちょっとやってみたかったんですよ。どっかで見たんだけど、喉の中に鶏がいなくちゃいけないんだって。歯が重要なんだらね。すいません。他の曲聴いてみよう。あの映像も見ましたよ。あの、一般の人だったんだけど、あの、ドゥルリっていう韓国のアニメ、ドゥルリの曲してます？これ知ってますよね。韓国のアニメです。あれを真似てる、運転しながら歌ってる人がいたんですよ。それを本当に面白いんだけど。
最近なんかいろいろ多いよね。これがちょっとね、中毒性があるんだよね。これ何？何、ほんとさ。最近モニタリングをよく知ってるから、僕の映像が多いよね。いいね。バターのミュージックビデオでも見ようか。あの時も結構髪長かったよね。あの時本当に痩せてたな。髪も紫だったし。あれこれ何？ユンギー、シュガ兄さんに関連したやつか。これ何？ライブ？ライブで僕がいる。ライブしてるのがライブで見えてる。YouTube で。おー。あれで、慣れて見てるんだろう。ビバースで見ればいいじゃん。でもありがとう。これも YouTube の方でも広めてくれてたんだね。でも、もともとこういう風にしちゃダメなんじゃなかったっけ？僕は知らないけどね。僕は知らないよ。なんか面白いのない他に。ちょっと読んでみようかな。8月5日だけど挨拶してくれますか？私の名前は？
君の名前が何だろう、なんか書かれてないよ。8月5日だとまだもうちょっと残ってるじゃん。これ何？暑い夜です。韓国は暑いですか？暑いです。本当に暑いです。湿気も多いし本当に暑いです。ハイブチャンネル見てみようか。チャンネルハイブだっけ。 G ドラゴンに合うハイブ。わあ、もうミュージックビデオのクリック数が1億回を超えてるじゃん。すごいね。最高じゃん。いいね。アップロードは動画。これどうやって見ればいいんだっけ。もうなんか最近多いね。あ、そうだ。あれ、僕あのセブン練習してる時にボーイネクスドーの子たちが方々が来て挨拶してくれました。なんかちょっと気分がおかしかった。不思議だったね。なんか本当に幼く見えたし、なんていうか、なんか僕が古くなったような気がしました。で、挨拶して帰るときに CD もらったんですけど、で CD もらって帰るときに、帰った後にその友達の子たちが、もうその子たちがその叫んでたのが本当に可愛かったわ。ちょっとトイレ行ってきていい？トイレ行ってきていいですか？行ってきていい？なんか、なんでこんなに遅いんだろう。ん？ OK、やっと OK が出たわ。本当に、これ本当にウィバース、なんか早くしてほしい。これが多分、通訳を入れてるから、やっぱり、ちょっとシステムが遅くなったのかな。とにかく行ってきます。
もうやめよう、やめよう。やめよう。もうやめようぜ。やめようぜ。最近なんか新しい方々の曲はなんかチャレンジで聴くようになるよね。やっぱりそういうのが結構アップロードされてますよね。本当に多いね、ハイブ。わあ。本当に多いね。もう多すぎるわ。アイドルが本当に多いよ。あれ最近その映像が出て読んだんだ、あ、見たんだけど、なんでやらないんだろう。最近の曲聴いてみようか。最近あんまり聞いたことないからね。プレイリストどっかにあると思うよ。それを見ながら検索をちょっとしてみて、でそれを見ると歌謡曲があるんだよ。それにヒットヒットコリアです。検索すると人気歌謡コリアがあって、あとホットヒットがあってニューミュージック K-POP があって、バイラルヒットコリアがあって、バイラルに行かなくちゃいけないのかな。バイラルってあれ、ちょっと最近 TikTok で有名な曲が多そうだし、人気歌謡ハットナウと何が違うんだろう。ホットヒットコリアもあるね。おう、セブン。セブンが一番最初に出るね。同じだけどな。
違うのかな。とにかくセブンをはじめとして聞いてみましょうか。ちょっと知らないから、よく知らないから、最近どんな曲を聴いてるのか。韓国、冷たい。こういう風にしないといけないかな。これが反転されてるから、反転なんだよ。今日18歳ですよ。あなたと結婚してもいいですか？ごめんなさい。ごめんね。
アーミーはラブレターという曲を作りました。ラブターを聴いてください。アーミーはラブレターを聴いてます。アーミーはラブレターを聴いてます。剣が見えます？缶が見えます？うん、見えます。本当に歌詞が出たらいいよね。もう曲全部良かったよ。インスタグラムに戻ってこいって？なんで？僕は今がいいって、リバースの方がいいって。アーミーのラブレターって何？アーミーのラブレター？ラブレターっていう曲を出したの？本当に？本当に？本当？あ、何？本当に？アーミーたちが歌を歌ったの？何？本当？これ本当なの？本当なのかな？アーミーラブレター、アーミー、わあ、ああ手紙ってこと？ん？アーミーソン 4BTS。 これ？これ何？
おお、これ本当に感動だね、これ。いやー、何これ。これいつ作ったの？これいつ？こんな曲があったんだ。僕なんで今知ったんだろう。1ヶ月前だね。僕知らなかったよ、本当に。何？本当に感動じゃん。アーミー歌うまいね。感動だね、とても。歌詞がとても綺麗じゃん。いやー、これは。何？ありがときれいだね。もう一回聞こうかな。曲が本当にいいよね。何これ？いつやったの？なんで僕知らなかったの？いいね。まあ本当に。
これもう紫だね。もうあちこち全部紫だらけだね。なぜ僕知らなかったんだろう、これ。はい、本当にありがとうございます。最高です。アミが一番だよ。いいね。いいよね。いいじゃないか、気分が本当に。ああ、泣いちゃったよ。よく、本当に泣かないのに。もう。本当にありがとうございます。最高です。僕らは新しいチャプターにそんなに悲しくなります。悲しくないです。チャレンジしてますし、ずっと。本当にいいね。もう52分？あの曲以外にも、今、ジミン兄さんはもう聞いたんだね。リビューしたのがあるね。リアクションしたやつがあるわ。あの曲以外にも、他にもいろんな方法で、愛されているのはわかるけど、曲だけじゃなくて、他にもいろいろあるだろうね。僕らが知らないようなものも。気分が本当にいいよ。こういう風に愛されるってことが。今は泣いてないですよ。本当に気持ちいいです。最高です。僕が、後で、これ、覚えて歌ってあげるよ。本当にいいね。いいね。だよね。僕らは家族じゃん。僕らは家族だし、愛だし、これを表現できないよね。いいね。本当に気分がいいよ。いいじゃん。泣いてないってば。もともと聴いてた曲に戻ります。いや、違うよ。アーミーが最高だよ。本当に最高。急に行きたくなくなったんだけど、もう眠たかったのがなくなっちゃったよ。思ったよりさっきそのラブレターを聞いてもう鳥肌が立っちゃって、永遠にレッツゴー。
気分がいいじゃん。心を作ってますか？ん？これ？だけど僕らあれどうやって作ったの？なぜ作ったの？本当に本当に嬉しい。誰かに歌をプレゼントしてもらうなんて本当に本当に珍しいことだと思うけどね。本当に心が温まるよ。最後まで一緒に歩きましょう。そうしましょう。そうしましょうか。そうしましょうかね。10年はプレゼントだったって？ 10 周年はってこと？そうね、BTS の10周年はプレゼントだったってこと？いや、こう、プレゼントが大きいのを受けたね、僕らは。本当にありがとう。もう本当に。僕も何かしら恩返ししなくちゃいけないかな。何かしらファンサービスを。あ、でもあれ、今僕が翻訳してくれる人たち結構大変そうだね。大変そうだね。だよね。もう休めます。僕あんまり寝たくないけどね、今。もうどうしよう、寝に行こうか。どうしよう。どうしようか。だけど僕はそんなに眠くないんだよ。自動翻訳ができるわけじゃないじゃん。今でも、頑張って同時通訳やってくれてるはずだよ。どうしようか。でも遅くって OKOK。 BTS の面白い映像を見て、笑わないで我慢してもら、してみろって？多分僕我慢できなくなると思うよ。寝ようか。もう寝ろっていう人もいれば、もう行かないでっていう人もいれば、朝日が昇るまで一緒にいようっていう人もいれば、
僕、パパ？痛い？どっち？あんまり眠くないね。眠くはないよ。眠くないって。あ、ビニーさん、僕はまだ見てないよ。見たいけど。最近映画やドラマはあんまり見てないよ。いや、眠くないよ。眠かったら僕も行くけど。翻訳が流出したって？翻訳されてないってこと？あれ、これ本当に遅いな。早く早く出ないよね。パミは元気に過ごしてます。元気に過ごしてますよ。僕怒ってないよ。パミに会いに行かなくちゃいけないんだけどな。バミに会いに行こう。翻訳されてるのかどうなのかろう。チョングウは私が本当に愛してるってことを知ってるかな？ありがとう。でも、早く早くこれが上がってくればいいんだけどね。ジミン兄さんが受け取ったギター？あ、見た見た。あと、私は今ジムに行きます。あなたは寝てください。僕はまだ寝なくてもいいよ。はい。バイバイ。あれ？そう？そうなの？ちょっと待って、これが上にあったと思うけど。セブン Reason Army。それもあるの？二つあるけど、こっちだろうね。これもファンソングなのかな？これもアーミーソング？
何これ。うわぁ。アルバムを全部書いたんだ。ほんといいよ。ほんとにいいね。ん？ほんとにいいじゃん。一つ絵を描いたんだね。本当に歌がいいね。うん、これ最高。アーミーの声ってなんでこんなにいいんだろう。ん？なんでこんなにの歌うまいの？素晴らしいじゃん。本当にいいじゃん。最高。
フォーエバーっていう曲を歌ってくれたベトナム人たちがいて、JK フォーエバーって検索すればいいのかな。ああ。あったあった。ヤンフォーエバーが出てくるんだけど。これどうやって聞けばいいのかな。どうやって検索すればいいの？聞いてみたいんだけど。ここら辺も聞いて、アーミーフォーエバーって検索すればいいのかな。アーミーポラヘ、ちょっと待って、アーミーポラヘ、いや、アーミーポラヘ、ほ、あった、なんで、曲がなんでこんなに多いの？これ、フィジカルアルバムで出してよ。僕買うわ。全部。全部本当にすごいじゃん。
声が、全員綺麗だね。いいね、本当にいいね。ここら辺はこれからこういう風に言わないとね。歌詞が本当に一緒に出てきたらいいのにな。本当にいいね。もっとな、なんか他のない？なんか、僕らが、ハンソングを歌うときの感覚、感じってこんなものなのかな？なんかすごくいいよね。その、心から込み上げてくるものがあるわ。本当に、本当に、嬉しい。本当に、心がいっぱいです。本当いいね。ん？あと何？やってる風ができるかって？いや。BTS ミームソング？ああ、もう今日気分がいいね。ん？ジミン兄さんの手紙聞こうか。ジミン手紙。
いいね。曲いいよね。チェミンチャマンチャマンチェミンチャマンパクチムンパクチミン。いいね。もう寝に行こうか。寝ようか。僕が2時間もやるとは思わなかったけどね。うん。もう寝ようかね。どうしようか。どうしたらいい？寝ようかどうしようか。どうしよう。寝るかどうか。あ。もう寝よ。もう寝に行きましょうかね。ジミニーさんの手紙を、キム・ジョンウン先輩のバージョンで歌ったらどうなるんだろう。僕もう寝るよ。バイバイ。まあ、急に、行くのは初めてがね、僕も行きます。もう、さっき寝ろって言ったじゃん。なんで今はもう寝るなって言ってるんだろう。もう、これどうしたんだろう。あ、木の材質なのかな？みんなこうやってやるんだけど。もう行くよ。行くね。もう、アミたちが、その、作ってくれた BTS ソングって言えばいいのかな？僕たちはファンソングって言ってるけど、もう、これも同じくファンソングって言ったらいいのかな？アミたちのファンだからね、僕が。もう行くよ。バイバイ。もともと今日は、あれ、なんだっけ。そう。音楽番組の話とか、それだけやって、すぐ行こうと思ったんだけど、もうこんなに長くやるとは思わなかったんだけどね。今日得たのはあれあるよね。あの曲があるってことを知ったから。最高だよ。本当に面白くないじゃん、あれ。僕、言うこともないのに。僕がまた話すことがあったら、来るからね。僕は、つけといて何もしなくても別に構わないからね。あ、なんか昔の髪型になっちゃった。とにかく、皆さん本当にありがとうございます。本当に、皆さん、
音楽ば、ライブ、音楽番組で会いましょう。バイバイ。いきますね。ありがとうね。本当にありがとうね。今日、さっきのあれ聞きながら寝ようか。もうこのまま寝ればいいんだよ。バイバイ。うん。もう、行かないでおこうか。行かなくちゃね。行くよ。また今度面白いので戻ってくります。ちょっと、もう少し曲歌えるやつもね、今日は曲が出てこなかったけど、もっと歌う曲もちょっと整理しといて。バイバイ。はい、あ、急だったな。はい、これで終わりです。YouTube の方、アーカイブ、整理しておきますので、後々で聞いてください。スタートは多分5、6分遅れてるんですよ。5、6分遅れてるので、何分から始まったのか、ちょっと明日にならないと、これ多分わかんないと思うんですけどね。後で整理をしておきます。途中からっていうのでアップロードしておきますので、ぜひぜひ見てください。僕の YouTube の方のライブっていうところから上がってきてます。明日の午後にはもう全部整理できるのかな。と思いますんで、ぜひぜひ、そっちの方もよろしくお願いします。ということで、夜遅くまでお疲れ様でした。皆さん、おやすみなさい。